大久保博士とは、茨城県東茨城郡大洗町出身の、元プロ野球選手、コーチ、監督、野球解説者、野球評論家。愛称は、デーブ、ブーちゃん。現役引退後は、デーブ大久保名義で、タレント活動を行うほか、2020年からは、ユーチューバーとしての活動も行っている。また、2000年より、プロゴルファーとしても活動を行う。 水戸商業では2年次の1983年夏、保守として出場した茨城大会で決勝に進出するが、エースの鴨川重春を擁する茨城東高に敗退。3年次の1984年夏も茨城大会で敗れ、甲子園には出場できなかったものの高校通算52本塁打を記録。1984年度ドラフト会議にて、 広沢勝美のくじを外した西武ライオンズから一位指名を受け入団。契約金は4500万円で、1985年の卒業式では母校に100万円をこぎって寄付した。入団当時から長打力が注目され、1986年の1年間は、1A さんのゼビーズに野球留学のため渡米したことがある。 引率を担当した和田広美二軍打撃コーチから太っている体型からデーブというあだ名を付けられた帰国した1987年にはジュニアオールスターゲームで MVP を獲得し1989年にはイースタン記録となる24本塁打70打点でイースタンに可能に輝くが当時は 聖保守に伊藤つとむが定着しており、守備難と肥満体系が、広岡達郎監督に嫌われたことにより起用されることが少なかった。公認監督の森正明にもリードを評価されず、ほとんどが代打や指名打者としての出場であった。1989年途中にオレステス・デストラーデが入団すると、指名打者での出場もなくなり二軍生活が続いた。 1992年5月11日、中尾高吉との交換トレードで読売ジャイアンツへ移籍。このトレードは、西部では活躍の場がない大久保のために、球団管理部長の根本睦夫が主導したトレードであった。巨人ではいきなり正保守として起用され、6月には月間 MVP を獲得し、オールスター前までに打率。 300.12本塁打を放つ活躍を見せた。大久保が本塁打を打った試合は必ず勝利していた。ため、大久保が打てば負けないというジンクスまで生まれ、藤田元次監督の進言もあって球団から、前半戦終了時に2000万円のボーナスを得た。オールスター後は大きく失速し、本塁打も激減し、チームが優勝を争った。終盤戦には、村田晋一に、 正保守の座を奪われた。1993年は、開幕から村田との併用で起用されていたが、ハイペースで本塁打を量産し、5月27日のヤクルト戦では、プロ入り初盗塁を決めたが、その試合で、高津慎吾から支給を受け左手首を骨折してしまい、9月まで長期に戦線を離脱した。復帰後は10月2日と翌3日の広島戦では、 初めて4番、一塁手で、先発出場し、結果は7打数1安打1打点で、2日に秋村、健広から放ったソロ本塁打で記録したものであった。同年は、巨人の日本人選手では、原辰則、松井秀樹に次ぐ10本塁打を打ち、オフに、年俸3100万円で、契約公開した。1994年は、 劇的なさよなら本塁打を複数放つなど打撃は良いものの、リードやキャッチングの面から再び村田が正捕手となり、2番手捕手や代打要員にとしての起用が主だった。9月10日の広島戦で3-11と大きくリードされた6回1死に打席に立った大久保は、2球目の直後に後ろを振り向くと、西山秀治と球審に怒りの表情でクレームをつけ始めた。 ネクストサークルの服、大脇人と一塁ベースコーチの中畑聖一軍、打撃コーチが慌てて駆けつけて、仲裁に入ったが、これは、西山の小石球をほのめかす囁きに、大久保が過剰反応したものであった。プレー再開後も怒りが冷めやらぬ大久保は一から一、から持月き秀道の直球を思い切り空振りした後、フルカウントから、 外角低めに落ちる球を空振りして三振し、まんまと、広島バッテリーの十中にはまった。悔しさがさらなる怒りを呼んだのか、直後に、大久保はバットを二度にわたって地面に叩きつけて、荒々しく放り投げた。ヘルメットもグラウンドに投げ捨てを暴れするなど、大人げない行動に、スタンドは、唖然としたが、みんなスカート履いて野球やってるよと、 投手を全面に出さない選手たちに不満を抱いていた、長島茂雄監督は、逆に、大久保のファイトを買った。9月17日の阪神戦では、中西清樹から、さよならに乱本類打を放った時には大口を開けて、泣き出し、8月下旬から2勝12敗と低迷していた、チームも再び盛り返し、中日との10.8決戦を制して4年ぶりの、リーグ優勝を果たした。 フルス、西部との日本シリーズでは、10月26日の第4009回西で、杉山県人から同点本塁打を放ち、日本一に貢献。1995年は1994年オフからの契約公開交渉が長引き、自費キャンプとなり、サインをしたのが2月のキャンプ初日になった。 二年ぶりに開幕戦保守として出場し、斉藤正樹の二年連続開幕戦完封勝利に貢献したが、4月26日の広島戦で空振りした際にバランスを崩して尻持ち、足首を骨折した。7月24日に福岡ドームで行われた NPB 球団に所属する外国人選手選抜チームと日本人選手選抜チームが対戦した。 阪神大震災復興支援、チャリティードリームゲームでは、外国人選手に保守がいなかったため、自身のあだ名、デーブが外国人みたいだということと、海外留学経験があり、英語が話せるという理由で、その登録名で、外国人チームに入れられた。もう一人の保守として、当時、ロッテの正保守であった、ジョーズメ・マサヒコが、ジョーの登録名で出場している。 同年に28歳で現役を引退したが、後年、引退理由については故障ではなく、コーチとの確執が原因であることを明かしている。前年故障しているので、当時それが、引退理由と思われていた。解説者、タレントプロゴルファー活動に行くぞで、部外科に引退後の1996年、個人事務所、デイブカンパニーを設立し、 富士テレビ日本放送野球解説者、産経スポーツ野球評論家となる傍らで、デイブ・大久保名義で、タレント活動を始めた。1999年から、週刊パーゴルフで始めた連載をきっかけに、プロゴルファーとしても活動する。2001年のクオリファイングトーナメントに挑戦し、最初の関門である、ファーストクオリファイを突破して、セカンドに進んだ。 サードに進出することはできなかったものの、主催者推薦による出場が可能となり、2002年のダイヤモンドカップトーナメントでツアーデビュー。その後も12試合のレギュラーツアーに参戦したが、予選通過試合はなかった。指導者として2008年、渡辺久信監督の強い要望により、古巣、西部に一軍打撃コーチとして16年ぶりに復帰。 メジャー流の早朝練習、アーリーワークを取り入れ、十数通りのケースバッティングを叩き込み直し、打線を機能させる意識改革を行った。アーリーワークについては、野村克也も、次女の、ああ、監督で、一定の評価をしていた。自身の一軍班が長かった経験から、一軍コーチと二軍コーチの綿密な連絡の有無が、若手の成長に影響を与えるという考えで、 高知人会議を開催して、円滑な選手育成を行った。ベンチでは、矢次将軍を担当していた。5月7日の日本ハム戦で、9回裏に、片岡駅氏が、ダルビッシュ有から、サヨナラ安打を放ち勝利したが、ベンチを飛び出て、喜びのあまりバッターランナーの片岡を追いかけたところ、両足大体部の肉離れで歩行に難を生じ。 細川トールとクレイグブラゼルに抱えられて、ベンチ裏のトレーナーズルームに運ばれた。この前日の5月6日には、ヒラム・ボカチカがサヨナラ本塁打を放ったが、すでに大久保の右足には、異変が起きていた。医師からは、肥満体であることが指摘された。2009年は、コーチ職を離れ、編成部プロ担当を1年間務め、2010年には、 二軍打撃コーチとして現場に復帰したが、7月22日に、西部球団から、コーチとして不適切な行為があったとして、同日付で大久保をコーチから外し、球団本部長付とすることが発表された。球団は選手ら関係者へのヒアリングの結果、大久保が暴力行為を行っていたことが認められたため、同29日に大久保を解雇したことを発表した。対談後は、 プロ野球コーチとしてのノウハウを活用して、一般向けの野球指導を行う、デーブベースボールアカデミーを開校し、少年野球の選手、指導者を中心に指導を行っている。2012年、東北楽天ゴールデンイーグルスの1、軍打撃コーチに就任し、同年シーズン終了後には2軍監督へ移動。2014年5月、星野セ一監督が、 腰椎追椎間板ヘルニアと、胸椎養食人体国家賞で休養となり、佐藤義則が監督代行を務めていたが、7月2日より大久保が監督代行を務めることが発表された。佐藤は、投資コーチに専念し、二軍は、坂井務が二軍監督代行を務めることになった。 前年リーグ優勝したことで、星野が指揮を取ることになっていた、同年のオールスターの指揮については辞退している。7月24日に、星野の監督復帰に伴い二軍監督に復帰したが、シーズン終了後に、星野の退任、球団副会長への移動に伴い、大久保が二軍監督から監督に昇格することが決定し、10月14日に就任が発表された。 監督を務めた2015年は、序盤こそ勝率。500前後を維持するも、6月のセパ交流戦、終了後以降は、次第に失速して、チームの借金は2桁に達し、順位も最下位に交代。クライマックスシリーズ進出の可能性が完全に、消滅した9月22日に、シーズン終了をもって辞任することを発表した。 退任発表時は一つでも上の順位を目指すとしていたが、10月3日にチームの再開が確定し、同6日のシーズン最終戦であるロッテ戦をもって退任となった。楽天監督退任を受け、横浜 DNA ベイスターズの中畑清志監督が大久保のコーチ入閣を DNA フロントに要請したが、高田茂 GM をはじめとしたフロント陣の反対で、 横浜入りは立ち消えになった。ちなみに要請を却下された中畑も不服として監督を辞任している。監督退任以降2016年3月4日、食品衛生管理者の資格を取得し、東京、新橋に居酒屋、肉造デーブを開業。また、2018年には、プロゴルファーとしての活動も再開し、12年ぶりに、 株ツアーである、アベマ TV ツアーの、平和 PGM チャレンジ2、ロード2チャンピオンシップに出場している。2021年8月に、心筋梗塞を発症したが、後に復帰した。2012年8月1日、小町スタジアムにて、2008年2008年に引き続き2009年度も、引き続き西部の打撃コーチを務める予定で、 発表されていたが、11月12日、知人女性が大久保から暴行を受けたとして、警視庁品川署に被害届を提出していることが発覚。大久保は、刑事罰を受けるようなことは、自分の中ではしていない、と否定したが、2日後の14日に、婦女暴行の疑いで、書類送検されるに至った。この件について、大久保は、球団から厳重注意処分を受け、 優勝パレードなどの球団行事への参加を自粛した。12月9日には、ーチ職を解かれ、編成部プロ担当に異動となることが発表された。知人女性への暴行事件は会見では、暴行を否定していたが、検察側に対して本人が容疑を全面的に認めたため、東京区県に2009年3月13日までに、障害罪で略式起訴され、 東京関西は3月27日、検察側の請求通り、大久保に罰金20万円の有罪判決を出した。2010年2010年度に二軍打撃コーチとして復帰するも、選手に対する暴力問題で解任された。解任後、大久保は西部球団を相手に地位保全と報酬の仮払いを求めた仮処分申請を東京地裁に行ったが、 東京地裁は11月19日に申請を却下し、これに対して東京高裁に即時広告を行ったが、12月28日に東京高裁は即時広告を却下した。2011年1月27日、大久保は西部球団を相手に契約解除の無効、未払い報酬の支払い、名誉毀損に対する損害賠償2000万円を求め、東京地裁に提訴した。 西部球団は当初、どの選手に、暴力行為を行っていたかなどを明らかにしなかったが、大久保が、菊池武士を名指しして、出廷を求めるなどしたため、2月16日に暴行を受けたのが菊池だったことを球団として公表した。自主練習であった、アーリーワークを遅刻したら、罰金を徴収していたが、それに反発した菊池が告げ口したとみなして、 大久保が菊池に暴力を働いたことを、球団が問題視したことが、明らかになった。後に、週刊ポストの取材で、この近親期間中に自殺未遂をしたことを、告白しているが真相は定かではない。2012年から、楽天のコーチ就任が決定したことに伴い、西武に対する訴訟については、請求を放棄し、裁判が終結した。 後に楽天とのコーチ契約の交渉の中で、西部との訴訟を取り下げることが、楽天球団から条件として要請されたことを明かした。2016年2月、シニアディレクターに就任していた渡辺を通じて、西部球団を呼び、菊池と和解している。また、2021年8月18日、自身の YouTube チャンネルにおいて暴言はあったものの、 暴行の事実はなかったこと、上記の和解の際に、菊池から謝罪を受けたことを話している。通算成績には2014年楽天での、監督代行17試合、7月3日から7月23日、8勝9敗、を含む映画 CM。ありがとうございます。